ちょうどこの辺り視界が開けてまいりましたけれども、このまままっすぐ右手前方日の出橋を過ぎてまっすぐ行きますと筑後湾の方なんですが、今日は東京湾ではなくて運河釣りということですので、右手に向かいまして川幅だいぶ広くなってきました。こちらの芝浦運河へと入ってまいります。正面には釣りかもめ、それから高速ロッパかな、少し見えておきますけれども、釣りかもめは皆さんご存知の通りコンピューター制御で運行されておりますので、車掌さんが、ね、乗ってないんですね。はい、東京湾の左奥になりまして、船の方は川幅も45メートルという芝浦運河へと入ってまいりました。正面に浦島橋、緑色の浦島橋、それからその先の塩地橋が見えてきました。ついこの間まで塩地橋工事をしておりましたけれども、